アプリリア RSV250 は、アプリリアが、ロードレース世界選手権 250cc クラスに参戦、するために製造した、ロードレーサー。RSV が1991年にデビューして、以降、最終モデルの RSA に至るまでに、幾度のアップグレードを経て、通30回のチャンピオンを獲得し、250cc クラスで、最も成功したマシンの一つになった。 1991年から2007年にかけては、2つのモデルが登場している。オリジナルの RSV と、そのアップデートバージョンの RSW である。ワークスモデルの RSA の一部のパーツを流用した、進化型が RSW250LE の名前で、カスタマー仕様マシンとして供給された。当初は、フロントブレーキシステムは 273mm 系の、 カーボンディスクミ 300mm のカーボンスチールディスクかを選択できたが、1994年以降は 255mm または2 7 3 m、mm、m 径のダブルカーボンディスクのみになった。リアブレーキシステムはカーボンスチールのシングルであり、当初は 184mm、1996年以降は1 9 0 m、mm、m 径になった。二千七年には、 新バージョンのマシンが開発され、RSA の固めが与えられた。吸気システムの見直し、ギアユニット、冷却系パーツの再配置など、前モデルから多くの変更が施された。フレームの寸法も変更され、より長いスイングアームが使用できるようになり、加速能力とトラクションが向上した。新型のエンジンはよりパワフルになり、パワーバンドも広くなった。 正常に動作させるためには 6000rpm 以上をキープする必要があり、13,500rpm で最大出力を発揮する。RSA と RSW250LE はアプリリアだけではなく、同じピアジオグループ参加のジレラ、デルビブランドでも供給されており、バイク自体は同じものである。ありがとうございます。